そうですね、ソウルサクリファイスは、犠牲と代償っていうのをテーマにしてですね、自分の身も、犠牲にしながらですね戦っていく、超魔法アクションっていう形でですね、魔法を使って、モンスターを倒していくんですけども、魔法しか使えないっていうことで、いろんなものをいろんな供物をですね使って魔法を使っていくんですけど、それがなくなった時に、自分の命とか自分の大事なもの、仲間とかもですね犠牲にしながら戦っていかなきゃいけないっていうですね、すごくハードな、アクションゲームでですね、ダークな、世界観の中でハードに戦っていくゲームになってます。ほとんどがですね、ギリシャ神話とか、いろんな神話の中のモンスターが出てくると思うんですけど、ほんの一部なんですね。その中で、要素として、神話の中に出てくるよく言われてる、モンスターの形とか、それってただ単にギリシャ神話とかローマのそういうものとかだけではなくてですね、日本の神話とかそういうものも混ざり合ってですね出来上がってるっていうのはありますね。このゲームはですね、犠牲と代償っていうのをテーマにしててですね、それでいてもマルチプレイが楽しめるっていうゲームなんですけども、その犠牲と代償っていうのはやっぱり自分の命を犠牲にすることもできますけど、一緒に戦っている、マルチで一緒に戦っている仲間のですね命も犠牲にすることができるっていうことが特徴になってるゲームなんで、目の前に友達がいて、その目の前の友達を犠牲にするっていう感覚を味わえるっていうのがあってですね、それがやっぱりビータの特徴でもありますし、このゲームに一番適したことなのかなっていうふうに思いました。このゲームではですね、犠牲にするか救済するかで大きく2つの道が分かれるんですけども、その迷いがこのゲームのある意味良さでもありますし、その迷った状態で戦うっていうのが今までにやったことのないゲームの感覚だというふうに思ってます。心の部分に、行くっていうふうに僕は考えてますんで、その最初のゲームになればいいかなっていう、その感覚を持てる最初のゲームになるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。プレイステーション。